どうも皆さんこんにちは。大阪市立大学の経済学部で教えている斉藤光平と申します。今日はですね、私の専門はマルクス経済学っていう、学問なんですけれども、マルクス経済学の視点と、仏教の視点の、対話ではないですけれども、そうしたこう今現在の社会がやっぱり大きないろいろな問題を抱えている中で、やっぱり今までのやり方とは違うようなアプローチも含めて、もっともっと私たちがさまざまなアプローチから、問題への解決策っていうのを考えていこうということで、いわばこう少し分野横断的に、今のですね、若い世代が考える本当の豊かさ、あるいは私たち、若い世代だけじゃないですね、私たち自身が、どういう社会をこれから目指していくべきなのか。当然貧しい社会を目指したいっていう人はいないわけですけれど、何でもかんでもこう消費して捨てていくっていうような社会が本当に豊かかといえば、それは当然持続可能でもないわけですし、じゃあ本当の豊かさって何だろうっていうことを、ですね、私のマルクス経済学の視点と、仏教の視点と、2つの視点から、考えるようなきっかけになればいいなというふうに思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。でですね、まずやはり私たちが今どういった状況に置かれているかというと、やはりこのコロナ禍という問題を避けて通ることはできないわけです。で、本当にこの1年半ぐらいですね、私たちの生活は一変してしまって、これまでであれば当たり前であったことがもはや当たり前ではなくなっている。新しい生活様式とかニューノーマルっていうような言葉が当初たくさん使われましたけれども、今、いい知らせといいますか、だいぶワクチンが、世界中で接種されるようになってきていて、デルタ株の、問題なんかは残っているとはいえ、だいぶこう経済が再び再稼働するような、社会が日常に戻るような、きっかけというのが一つの出口として見えるようになってきているんじゃないか、そういうふうな現状があるわけです。でこれはもちろんいいニュースなわけですけれども、他方でじゃ あもうこの悪夢のような1年半はおしまいだと、さあ元の現実に戻って、もっと楽しもうじゃないか、我慢していた飲み会や、旅行やですね、ショッピング、もっともっとこうそのためにもお金を稼がなきゃいけないから、出張もたくさんして、いろいろやらなきゃいけないんじゃないか、そういうふうなですね、現実に戻ってもっと頑張って経済を回復させていこう、そういうようにそういうふうにですね考えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、果たして本当にそれでいいのかっていうことを考えなきゃいけないわけですね。というのも、そもそも今までのやり方に大きな問題があったから、今回のようなコロナ禍という大きな問題が起きてしまったんではないか。であるとすれば、今ここで浮かび上がってきている格差の問題であるとか、環境破壊の問題であるとか、気候変動の問題、大きな問題になっていますけれども、そうした問題が浮かび上がっている今の方がむしろ現実なんではないか。私たちは今まで何でもうまくいっている、これからも経済成長が続いて私たちの生活はますます便利になっていくし、このままグローバル化、資本主義を続けていけばいいんだ、そういうふうに信じてきたわけですけれども、むしろそちらの方が夢だったんではないか。であるとすれば、その夢の世界にもう一度戻るということは、この現実の危機を前にしては単なるですね、現実逃避にしかならないわけで、その現実がますます悪くなっていってしまえば、最終的には本当に破局的な事態になってしまうわけです。でこれは気候変動の一つの例をとってみれば分かるように、今までのような二酸化炭素の排出量を続けていけば、2100年にはだいたい地球の平均気温が4度ぐらい上がってしまうというふうに言われていますけれども、今 1.2 度ぐらい上がって、もうすでに異常気象が世界中で、また日本でも確実に現れるようになってきている中で、4度なんていう数字がもし、実現してしまえば、私たちの生活は破滅してしまう。もっともっと別の道を、単にだから元に戻るんではなくて別の道を考えなければいけないんではないか、そういう議論を私たちはやっぱり始めていかなければならないというふうに思うわけですね。でその際にはやっぱり今までの社会で、最も重要とされてきた、例えば経済成長とかですね、たくさん働いてお金を稼ぐこととか、本当にそうなのか、これは別に
まあ、宗教でもいいですし、私がやってるマルクス経済学の視点でもいいですけれども、いやもっともっと人間っていうのは別に必ずしもそういうことだけを目的としているわけじゃなくて、豊かな時間の使い方とか、その豊かな人生っていうのは例えば家族や周りの友人たちと過ごすことであったり、もっともっと自然と触れ合って、そんな目先のですね物欲などにとらわれることなく、何か人生のもっと大きな目標に向かって努力したりすること、まあ、そういうことも含めて、実はそういうことにも豊かさっていうものはあり得るわけですけれども、まあ、そういう視点からもっといい社会っていうものは考えられないのかっていうことを広く議論していったり考えていく必要が今あるわけです。で、まあ、私はどうしてもどちらかというと専門がマルクスとか社会主義とかそういうことになるので、まあ、私の視点からまずお話をしていきたいと思うんですけれども、今では実はですね、特にアメリカなんかでは、実は社会主義と呼ばれるものがアメリカでですね結構支持を集めるようになってきています。でちょうど今年はですね、ソ連崩壊から30年ということで、その当時はもうソ連に変わるようなですね、もう他の道はないんだと、もう社会主義とかそういう資本主義じゃない社会の試みっていうのは全部失敗した、もうこれからは資本主義でやっていくしかないんだ、資本主義こそが最もいい、人々に社会の繁栄や、平等とか、民主主義を保障してくれる一番いいシステムなんだ、まあ、そういう言説が、広く言われるような時代だったんですね、90年代とかっていうのは、ところが今資本主義30年経って本当にいい社会だったかっていうと、あるいは本当にいい社会ってみんなが思ってるかっていうと、まあ、格差がますます広がっていて、まあ、一つのデータによればトップ8人がわずか8人ね、例えばジェフ・ベゾスとかザッカーバーグとかそういう人と、ビル・ゲイツとかそういう人たちが、地球の人口の下から半分の貧しい人たちと同じぐらいの資産を持っているなんていうとんでもない格差の状況があるわけですけれども、あるいは気候変動、さっきも言ったように地球環境はますます大変なことになってしまっているし、そうした影響の一つとしてこうした世界的な感染症の流行、その背景には森林の過剰な破壊、自然破壊があるわけですけれども、まあ、そうした形での影響というのは日本のような先進国に住んでいても確実に現れるようになってきている。まあ、最近日本でも問題になって、あとは学生が背負っている学生ローンとかですね、学生ローンって本当にひどいもので、なぜかというと社会に出る前からもう自らが何百万、場合によってはアメリカとかで何千万円という借金を背負うことを運命づけられてるわけですね。普通であれば大学でもっといろいろ勉強して、こういうことをやりたい、ああいうことをやりたいって勉強しながら考えて自分のこう夢とか、なんかこう挑戦っていうのをしていくべき時間であるにもかかわらず、もう大学に入る瞬間からいわばあなたはもうこれぐらいの借金背負うんだからっていうふうに言われてしまったら、なんか好きなことできないですよね。まずどうやってお金をこれ返していこうか、じゃあちゃんとした就職しないととか、そういうことばっかり考えてしまうことで、例えばもうそういうことが若者の自由な発想とか将来に向けた希望の目をするようになってしまって、で実際でもじゃあ頑張って勉強して就職しようってなっても、安定した雇用っていうのはどんどん減っている、いい仕事なくて、一歩間違えばブラック企業とかフリーターとか非正規雇用になってしまうかもしれない。そんな状況で、まあ、これからさらにじゃあ働いて頑張っても年金ももらえないかもしれない、定年したら2000万円貯めておいてくださいとか、そういう社会になっていく中で、このままの社会本当にいいのかな、地球環境も格差もますます広がっていくのにってなっていくと、いやいやもうダメだと、そうじゃなくてもっとこの資本主義社会、こういう社会なんだからもっと変えなきゃいけない、社会主義っていうような、別の社会をもっと平等で持続可能な社会を目指していこうじゃないか、そういうことを主張する今政治家たちが、まあ、これアメリカが一例ですけれども世界的に増えてきていて、でそうしたリーダーたちが若者たちの支持を、まあ、集めるようになってきているんですね。でその一例がサンダースだったんですけれども、まあ、ここからする話っていうのは確かにアメリカやイギリスの話を少ししますけれども、今から話すサンダースも、そしてイギリスのジェイミー・コービンという労働党の元党首も、どちらもですね、最終的には負けてしまうんですね。そういう意味ではこのプロジェクト自体は
まあ、一度は失敗しているんだけれども、それで完全に有無称賛してしまったかっていうと、まあ、そうではないっていうことで、まあ、でもまずはその現状をですね、見ていく上でちょっと簡単に数字を見ていきたいと思うんですけれども、これはですね、民主党の大統領候補を決めるための選挙争いをしていた時の、まあ、最後の方で、バイデンなのかサンダースなのかで、最終的にはバイデンが勝って今大統領になっているわけですけれども、当時はですね、まだどっちが勝つか分からなかった。で、まあ、この時も、まあ、バイデンが勝つんですけれども、ミシガン州のそういう選挙の時の投票先、ここで注目してほしいのが、若い人たち、これ18歳から24歳の人たち、25歳から29歳の人たち、この人たち、まあ、だからアンダー30歳ぐらいの人たちがどこに投票しているかというと、圧倒的にサンダース、8割以上の人たちがサンダース。だから若者たちはみんなそのサンダースが、まあ、自分のことを社会主義者だって言ったりして、そういう学生ローンをキャンセルなくそうとか、医療を全部もっと公的保険も作ってやっていこうとか、まあ、そういうキャンペーンを打ち出してですね、もっとウォール街に規制をしようとかいろんなことを言ってたわけですけれども、そういう過激な、アメリカでは非常に過激と思われた主張をしている政治家に、若者たちも圧倒的な投票をしている。で、ところが年を召していくと、まあ、ご高齢、まあ、ご高齢ってことで50歳から失礼か、まあ、それなりにこうだんだん年を重ねていくと、やっぱりサンダースには投票したくないな、社会主義なんていう人たちにアメリカを任せたらロシアに乗っ取られる、中国に乗っ取られる、まあ、アメリカを共産主義にするつもりか、ソ連になってしまうじゃない、そういうやっぱり不安があるんですけど、なのでバイデンに投票して、まあ、こういう、こう世代的なですね、分断線っていうのがはっきりとこの大体35歳ぐらいなんですけど、目安が、現れてきているということですね。で、同様の傾向はイギリスでも見られるんです。でイギリスの、まあ、もう1年半以上前の選挙の時に、これも、まあ、さっきも言ったようにコービンが負けてしまうんですけれど、実はですね、投票先を見ると若い世代は圧倒的に、まあ、もう半分以上の人たちが、労働党ジェレミー・コービンの、党に投票していた。でこれもジェレミー・コービンというのは非常にその労働党の、まあ、労働党って日本で言ったら、まあ、こう立憲民主党社民党みたいな感じですけれども、その中でも非常に左の、まあ、共産党の、人が立憲民主の党首みたいになったみたいなイメージですけれども、日本でいうと、その人に、圧倒的に、こう投票して、まあ、日本で言ったら若者たちがすごい C さんに投票しているみたいな、そういうイメージですね。でところが、こちらでも同じように70歳オーバーになると、そんな共産主義者に、社会主義者にですね、投票するわけにはいかないと、大変なことになるということで、みんな保守党に投票するように煽る。で、まあ、これはきれいなグラフで出るんですけれども、まあ、労働党と保守党どっちに投票しましたかっていう、まあ、その割合で見ていくと、まあ、そのやっぱりもう圧倒的に若い人たちの労働党に投票した割合が高くて、年齢を増すにつれて低くなっていく。で、これも逆の傾向が保守党については見られて、でこの、まあ、分岐点というのが39歳になっていますよということで、今アメリカを見てもイギリスを見ても若者たちの意識っていうのは大きく変わってるんですね。つまりやっぱりもう社会を大きく変えたい、資本主義ではダメなんじゃないか、もっと格差を是正したり気候変動対策を熱心にしてくれるようなリーダーを求めて、で、まあ、それがちょうどですね、例えばアメリカのトランプみたいな、その気候変動もないんだと、そんな税金とかも良くないし、もうもっと自由にやった方がいいっていうようなリーダーと、こう対比的な、どちらかというと左、まあ、どちらかというか明確に非常に左的な、リーダーに今支持が集まっているということです。でこれを表す言葉として、ジェネレーションレフトって言ったりして、ね、左翼世代って日本語で言うとちょっと堅苦しいですけれども、若い世代、ミレニアル世代とその下の Z 世代と呼ばれる、まあ、大体90年代ぐらい生まれぐらいの、80年代後半とか90年代前半生まれ以降の、世代がそうした左寄りのリーダーを支持するようになっているということなんです。でこの傾向っていうのは、私はよく日本と対比するんですけれども、日本だと、日本でもポピュリズムって言葉一時期よく聞いたと思うんですね。
でこのサンダースとかコービンっていう政治家たちは左派ポピュリズムなんていうふうに言われたりして、で日本にもポピュリズムってあって、あの例えばあの令和のですね山本太郎さんなんかは反緊縮派とか言われたりしますけれども、まあ、そこでもあのやっぱりこうポピュリストって言われたり山本さんするんですけれども、私はちょっと日本のポピュリズムと欧米のそのサンダースたちの左派ポピュリズムってちょっと違うっていうふうに考えていて、日本のですね、まあ、山本太郎さんたちの世代っていうのはいわゃるバブル崩壊後の就職氷河期世代の方たちなんですね。でその世代にとって大きな経験っていうのはバブル崩壊なんですよ。大学生の頃にバブルが崩壊して、で、まあ、自分たちの世代は就職できなかったとか、でそのままこうなかなかいい仕事も見つからなくて今困窮している方って日本ではたくさんいるんですね。でそういう世代にとっては憧れっていうのはやっぱりそのバブル前の自分たちより少し上の世代はバブルですごい恩恵を受けてたし、そのもうちょっと前自分の親の世代だったりすると高度経済成長なんかの記憶もあったりして、であとソ連の記憶がやっぱりあるんですよね。だからソ連の場合は嫌だと、社会主義は嫌で、むしろその日本がもっと経済成長していた時期の方が、素晴らしいと、なので、まあ反緊縮的な政策を取ることで日本の景気を回復させていこう、この失われた20年とか30年っていうのは日本の、まあ、経済政策の失敗のせいであって、まあ、デフレとか言いますけど、まあ、それを反緊縮によって、まあ、量的緩和とかいろんな手段を使うことで乗り越えさえすれば、このみんな の, この就職氷河期世代も救うことができるんだ、そういうのが、まあ、日本型の考え方なんですけれども、実は今この欧米の左派ポピュリズムを支えている世代っていうのはもうちょっと下の世代、もう一個下の世代ですね。80年代後半、90年代前半生まれぐらいの世代がミレニアル世代ですけども、あとまあ2000年ぐらいの世代からの Z 世代、この世代が重要になってくる。彼らにとって、まあ、僕自身はですねミレニアル世代に属するんですけど、87年生まれなんですけど、あの何が重要なイベントかっていうとリーマンショックなんですね。僕大学4年生の時にリーマンショックがあったんですけれど、あのそれでこう就職先がなくなっちゃった友達とかもいましたけれども、なんでこうバブル崩壊とまたちょっと違う金融危機の、事件があったと。で経済成長を求めるというよりかは、僕らの育ってきている時代からずっと経済成長をあんまりしない時代を長く経てきたと。でさらにソ連を知らないんですよ。私87年生まれなので91年って4歳だから、まあ、僕私にとってはそのソ連とか社会主義っていうのがほとんどこう実質的な記憶にない世代になります。でそうするとむしろソ連っていうよりか資本主義そのものが全然この間経済成長もしないし格差も広げてばっかりで環境破壊もしているであるとすれば、むしろそういう環境を守らないような経済成長ばかりを目指している資本主義をやめて、むしろ環境を守ってもっと平等な社会を作るために社会主義にしていこうというような考え方が若者たちの間では支持を集めるようになってきている。こうした運動というのはまだ日本ではなかなか広まってはいないんですけれども、少しずつ出てきているし、私の本、人新世の資本論なんかも若者たちが手に取ってくれて、それをこうあの肯定的によく評価してくれたりもするんですけれども、まあ、そうした背景には、この若い世代のこう抱えている問題、ね、気候変動と格差と、でそしてそのソ連へのアレルギーがない、まあ、ソ連に戻りたいって意味じゃもちろんないんですけど、まあ、社会主義っていう言葉を聞いた時にすぐにソ連を思い浮かべてしまう世代と、でそこでこう思考が止まってしまう世代と、資本主義がやっぱりいかに破壊的かで、資本主義の恩恵をあんまり受けてない世代にとってはソ連の記憶もないと社会主義、つまり資本主義ではない社会を目指そうっていう言説が、まあ、訴えかけがですね結構魅力的に思えるわけです。でこういう意識の違いがある。でその今サンダースやコービンとか、まあ後で話しますけれどグレタ・トゥーンベリとか、そういう若者比較的システムチェンジと呼ばれるような、資本主義社会を変えていこうっていう運動の背景にはこうした新しい価値観の芽生えがあるんではないかということなんですけれども、
じゃあなんで今そのさっきジェネレーションレフトな若者たちはジェネレーションレフトなんだ、つまり新しい価値観を持って資本主義じゃない社会を志向するような価値観を持っている、世代が生まれてきている、なんでなの。キアミル・バーンという人がですね、ジェネレーションレフトっていう本を書いていて、まあ、今日はちょっとこの話の紹介でもあって、実は今この本私が翻訳もしているんですけれども、キアミル・バーンによると出来事っていうものをどのようにその世代世代が経験するかで、変わってくるっていうことですね。で出来事って何だって話なんですけれども、出来事っていうのは非常に単純に言うと突然不意打ちでやってくるような世界を揺るがす歴史的な大事件、例えばコロナ禍、これは出来事です。でもこのコロナ禍がどういう価値観をこれから私たち社会に生み出すかっていうのはまだわからない。だけれどこの1年間を大体思い起こしていただければ分かりますけれど、こういう出来事が起きると私たちの今までの当たり前と思っていたことが大きく揺らぎますよね。例えば当たり前だった満員電車によって毎日仕事場に行くことが当たり前だったけれども、もう当たり前じゃない。仕事帰りに飲み会に行って、終電を逃すまで酔っ払うことも当たり前だったりするかもしれないですけど、そんなこと今じゃ全く当たり前じゃないかって。でよくよく考えると、ただこれは別の社会を別の生活を想像するチャンスでもあるんです。どういうことかというと、飲めなくなりましたね、なんか飲み会の話ばっかり申し訳ないんですけど、8時で閉まっちゃう、家に帰らざるを得ない、最初の頃早く飲みに行きたいなと思っていた。だけれどこんなに長くそういう生活が続いていると、逆になんでそもそもあんな時間まで飲んでいたんだろうか、毎日毎日翌日2日酔いで辛い思いをするし、お金も無駄にして、で家族との時間もなくて、いろんなことで妻にも迷惑をかけていたとか、そういうことを反省した人もいるかもしれないんですけれども、じゃあやっぱり今までの生活は良くなかったなと反省をして新しい暮らし方を始めた人たちもいるかもしれない。でもっと健康にもなったし、家族も円満になった、うんかん、まあ、いろんな可能性がありますけれども、逆に仲悪くなっちゃう家もあると思うんですが、つまりこれは社会全体で同じことが言って、例えばなんでこんなに今まで消費してたんだろう、なんで今までこんなに働いていたんだろう、でだから例えば今人新世の資本論で脱成長だって言うとなんとなく響くわけですね。今まで過剰だったな、それで地球も破壊していたし、なんで自分は物欲にとらわれていたんだろうかとか、そういうことを反省するきっかけにこうした出来事、この今例えで言うとコロナ禍はなったわけですけれども、実はこの今見てきたミレニアム世代やZ 世代にとっては2つ大きな出来事が影響している。でこの2つの出来事の結果として彼らは、いわゆる左的左翼的な価値観を身につけるようになっていったっていうのが、ミルバーンさんの解釈なんですね。で、ポイントをもう一回ちょっと簡単にまとめていくと、人々はその出来事ショックが起きた時には今までの当たり前が当たり前でなくなってしまう、でそれで大変だってなるわけです、パニックに。でもパニックになった状態を続けることは当然できない、ニューノーマルを作らなきゃいけないので、私たちは自分たちの経験を手がかりにして、その出来事を解釈しようとするわけです。でもう一回そこに意味付けを与えて、生活の安定を取り戻していく。だけれどもその時に例えば古い世代の人たちはたくさん経験もあるし、あるいはお金もあったりするから、いろんな解釈をするわけですけれど、若者たちは経験もないしお金もなかったりするので、同じ出来事であっても年齢が高い人と低い人では同じ出来事を全く違った形で経験する可能性もあるわけです。でじゃあどういうふうに若い世代はこの問題を経験したかというとですね、リーマンショックに関して言うと、まず最初はこれがリーマンショックが1個目の出来事なんですけれども、受動的な出来事として経験した。でこれどういうことかというと、いきなりショックがバンとやってきて、でそんなに経済危機がやってきてですね、何もできないわけですね。今までのこう秩序が崩れ去ってしまって、で自分のこう就職先がなくなったりだとかするし、 でもそれって実際には
一部のね、まあ、リーマンブラザーズが発端となったわけですけれども、そういうこう金融ゲーム、マネーゲームみたいなのをやってた人たちに責任があったわけですけれども、まあ、多くの損失は政府のお金がそこにつぎ込まれ、私たちは税金がつぎ込まれることで、救済措置が行われたりしたけれども、まあ、そうしたことに対して反対の声を上げる暇もなかったし、みんながパニックに陥っている間に、そうした決断が救済策として取られてしまった。でその結果政府の赤字が増えてしまって、じゃあもっと緊縮措置をしましょうとか言って私たちの社会保障費まで削られていくみたいな、本当に地獄みたいな状態が、まあ、とりわけヨーロッパなんかを中心にして、起きたわけですけれども、それに対してなかなか反対の声を上げることができなかった。これが受動的な出来事だったんですね。でところが、まあ、その当初は何もできなかったんですけれども、だんだんと、まあ、2011年のオキュパイ・ウォール・ストリート、まあ、ウォール街選挙運動っていうので、まあ、人々がこうしたやり方はおかしいんだっていうふうに、まあ、講演をですね、選挙し始めて、でそれでこう反対の声を上げ始めたんですね。でこれはあのニューヨークだけじゃなくて、スペインでも 15M 運動っていうのがあったりして、まあ、世界中で、まあ、アラブの春なんかも当時ありましたけれども、ちょうど10年前ですね。こうした運動で人々がこんな格差の社会はおかしいとか、こういうなんか一部の人たちだけが救われるような救済策はおかしい、俺らの生活はもっと苦しくなってるんだというような形で声を上げて、この今までの社会のあり方はおかしいんじゃないか、まあ、特にそのいわゆる新自由主義と呼ばれるような格差を作り出していく制度はおかしいという声を上げるようになっていったのがこの2011年ですね。でここでそのリーマンショックの2009年と比較すると、この時の経験っていうのは声を上げて、でそれまあメディアが取り上げたりもするし、まあ、政治家たちもこう注目したりするわけですけど、自分たちで今の社会に対して異議申し立てをできるんだ、何かもっと別の社会に向けて新自由主義じゃない社会を作るためにまず声を上げたり、人が集まったりして議論したり、いろんなことができるんだっていうことを体感した、そういう出来事になって、これはだから能動的な出来事っていうふうに、ミルバーンさんは呼んでるんですけれども、その結果として確かにこの、まあ、オキュパイウォールストリートとか 15M 運動ってみんな失敗しちゃうっていう、最終的にはその何か新自由主義を終わらせたりすることにはならなかったんですけれども、でも新自由主義は必然ではないっていうような気づきになったし、でさらに言うとこの失敗を踏まえて、じゃあやっぱり国とか政治とか法律とかを変えていかなきゃいけないんだっていうことが気がついた結果として、選挙にもっと力を注ぐようになっていくんですね、人々が。でその結果として実は2014年以降にサンダース旋風、1回目のサンダース旋風が起きたり、スペインだとポデモスの運動が起きたり、ギリシャだったらシリーザの運動が起きたり、あのイギリスだと今言ったコービンの運動が起きたりっていう形で、政党を巻き込むような形で若者たちが新しい政治運動を作っていく。でこれがあのジェネレーションレフトっていうものを若い世代の間に司る、まあ、作っていくことになった。でこれなぜ若者たちの間だけでこうしたことが起きたかというと、高齢って言ったんですけど、あの上の方の世代、まあ、この若者たちの親の世代はなぜこの運動に参加しないかというと、彼らはしばしば不動産の資産を持っていたり、金融資産を持っているんですね、まあ、株で運用していたり、その自分の不動産を抵当に入れてお金をこう借りてたりとかするんですけれども、その場合には不動産価格は高い方が当然いいし、株価も高い方がいいんですね。で逆にそれが低くなっちゃったりすると、自分のもらえる年金も少なくなるかもしれない、老後の蓄え、不動産を売らなきゃいけないわけですから、最後それのお金も低くなってしまう、それで人生設計が崩れちゃう。これ誰の問題意識に近いかっていうと、利害関心としてはウォール街の人たちと近い利害関心なんですね。でところが若者たちはそんなこう運用するような資産も持ってないし、当然土地も持ってない、不動産価格が上がったせいで家賃が高くなって、もっとお金を家賃に払わなきゃいけない、さらに
彼らはだから仕事をしないといけないんですけど、この仕事が全然いい仕事はないですね。金融が全部持っていっちゃうので、普通の仕事っていうのは低賃金労働ばかり。だから若者たちはこのリーマンショックを前にして、もうその不利益ばっかりその後被るわけですけれども、上の世代、その親の世代っていうのはむしろリーマンショックで自分たちの資産が脅かされた経験があって、むしろ保守化していくわけですね。もっとうまくいってくれなきゃ困る、早く経済回復して、そういう子を、全く異なった同じ出来事なんですけれども、全く異なった視点から物事を捉えてしまう。一方はますます保守化していって、株高、不動産価格の高騰を願う一方で、若い世代はいや、そもそもこのシステムがおかしいというふうになっていったということなんです。で、まあ、日本はまたこれ別の話があるんですけれども、ちょっとまあ時間もあるのでもう少しちょっと進んでいきたいんですけれども、その際にでもこの能動的な出来事が必ずしも生まれるわけじゃないんですね。場合によってはただその出来事を前にして振り回されて無力感に苛まれるっていうような結果もあるわけです。例えばそこでまああえて日本の例を挙げれば、リーマンショックの後にも部分的にはあったわけですね。その例えば派遣村が出てきて、で湯浅さんに代表されるようなこう貧困運動、反貧困運動っていうのが生まれてきたりだとか、あるいは原発事故の後に反原発運動が出てきたりだとか、でそういうのをまあ背景と結びついて、こう例えば自民党政権から民主党政権に変わっていったりとか、そういうこと日本でもあったんですけれども、なかなかこれが持続しなくて、まあ最近では日本の若者はむしろ保守化しているなんていうふうに言ったりする場合もあるわけですけれども、保守化を防がないといけない。若い世代もだんだん自分たちが年を取っていけば、会社で地位を獲得したり自分たちも資産を運用するようになっていったら、同じように保守化していってしまうかもしれない。そうした保守化を防ぐためには、あるいはそんな社会なんて変わんないんだよっていうふうに思い込んでしまえば、むしろ自分たちもなんとかこの社会の中で生き延びていこうっていうふうに考えてしまいますよね。むしろますますしがみつくようになる。私が人人生の資本論の中でやりたかったことっていうのは、今日本ではやっぱりこの今の道をとりあえず進むしかないんじゃないかっていうふうにみんなが漠然と思ってしまって、それに対してサンダースとかコービンたちは、いや違う道があるんだ、それに僕自身もすごい刺激を受けて、違う道があるんだっていうことを示すことで、若者たち、まあ若者たちだけじゃないんですけれども、私たち自身がじゃあこっちの道に行ってみようじゃないかっていうようなオルタナティブを示したかったんですね。でこれを、まあ、いろんな形で示していかなければいけない。私たちはついついその政治の次元ばかりに目を向けてしまいがちなんですけれども、実は社会運動が大事なんだよっていうことを、まあ、いろんなところで私自身言ってるんですけれども、今ジェネレーションレフトの人たちは世界中で本当にいろんな社会運動をやってるんですね。日本の MeToo って日本でもありましたけれども、海外ではさらにブラックライブズマターとかですね、あと気候変動問題の対策を求める今フライデーズフォーフューチャーとかサンライズムーブメントっていうの運動があるんですね。でこういう運動がないと結局選挙でいくら日本の例は民主党に変わって、あの時って結構みんな社会これですごい変わるんじゃないかななんていうふうに期待した人たちも多かったと思うんですけれども、やっぱりその希望が急速にしぼんでいっちゃったわけですよね。というのもやっぱり議会民主制っていうのはその中ですごいいろいろな妥協を強いられるわけですよね。それは官僚とのこう折衝もあるし、こう野党とのこう交渉とかもあるし、まあ、経済界からのプレッシャーとか、まあ、こう外国アメリカとか中国とかとどうするかとか、いろんな制約がある中で放っておくと、選挙で私たちが一回投票して勝ったって喜んでぼーっとしてるとですね、そういう可能性っていうのはどん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 妥協の積み重ねによって未来はしぼんでいっちゃうわけですよ。でそれを防ぐためにはやっぱりちょっとでも妥協しようするような姿勢を見せたら、そんなところで妥協するんじゃない、もっとやれっていうようなこう声、後押しっていうのがないと妥協で終わってしまう。で結局何も変わらない。で人々は失望して、ああじゃあもう別に民主党にした意味なかったじゃないかなんていうふうに思ってしまうわけですけれども、そうならないためには、人々が声を上げ続ける必要があるということなんですね。でその一つが
フライデーズ・フォー・フューチャーと呼ばれるグレタ・トゥーンベリさん、まあ、スウェーデンの高校生の彼女が一人で始めた学校ストライキの運動が今世界中に広まって、まあ、それこそこれが本当に若者たちの運動の、まあ、非常に象徴的なものだと思うんですけれども、まあ、高校生たちが学校に行ったって意味じゃないじゃないか、私たちの未来は今のこの大人たちの手によって奪われようとしているのに、なぜ学校で座って勉強しなきゃいけない、勉強したって何の役にも立たないじゃないか、このままでは。そもそも大人がちゃんと私たちにああしろこうしろと命令するんであれば、なぜ今ちゃんともっと自分たちの責任を果たさないのか。それに対する抗議として、まあ、彼女は毎週金曜日に学校をストライキ休んで、代わりに国会議事堂の前で座り込みをしたんですけれども、そのことが世界中の若者から、まあ、絶大な支持を得て今世界的な運動になっているんですね。で、まあ、ちょっと今コロナで少しそうした集まりができにくい状況なので、まあ、停滞、あまり目立たなくはなっているんですけれども、その中で、まあ、こういうふうに彼女たちは言ってるんですね。私たちは今存亡のかかった危機に直面していますと。この危機の解決策は買ったり建設したり投資をしたりすることで、つまりお金を出して、この危機を、気候危機の話なんですけれども、この気候変動の危機を解決することはできませんと。気候変動対策の財源を確保するためにこの気候危機を本質的に促進している経済システムを回復させようとするのは端的に言って馬鹿げているのではないですか。私たちの現在のシステムは壊れているのではありません。現在のシステムはまさにそれがすべきこと、自らに課されたことを実行しているのにすぎません。だからそれはもはや修理することなどできないのです。必要なのは新しいシステムなんですというふうに、まあ、彼女は言っているんですね。で、ここで言われているシステムっていうのは、まあ、当然その経済成長を目指して成長を続ける資本主義システムなわけですけれども、まあ、その資本主義システムが壊れているから、それを少し手直しして、まあ、例えば金融市場に少し制限をかけたりして、まあ、もちろん税金かけて再分配さえすれば問題解決する、そうじゃなくて、むしろ今の資本主義社会っていうのはやるべきことをやってるんだと。経済成長を目指していろんなことを効率化して地球上の資源を掘り起こしてですね、人々に働くように消費するように迫り続けて、そのためにであればですね、何でもするというような、まさにそういうシステムなわけですよ。実際これコロナ禍で明らかになったわけですよね。コロナ禍においても感染リスクが拡大するリスクがあるにもかかわらず、経済を回し続けなければいけないんだという名のもとで、まあ、人々が旅行をするように迫られたり、まあ、旅行とかだったら好きな人がやってるからいいかもしれないけれど、働くことを必死に迫られたわけですね。その際には多くの人たちはリスクに直面しながら、自分の生活費を稼ぐために働くことを強いられた。つまりこのシステムっていうのは、そうした危機的な瞬間においてもまさにですね、犠牲をもとにして成り立っているっていうことが非常にはっきりしたんじゃないかっていうことなんですけれども、まあ、それが本質なわけですね。で、だからやっぱりそういうシステムではダメなんだ、もっと新しいシステムを作っていかなければいけない。これはそういう意味で言うと、今日の最初で見たような、まあ、社会、ここではもちろん社会主義って言葉は使われてはいないんですけれども、価値観としては、そのサンダースたちを支持していたような人たちと同じような価値観、まあ、こういう価値観がずっとあるので、まあ、これからのジェネレーションコロナとでも言うべきポストコロナの、まあ、コロナという出来事を経験した世代っていうのが、まあ、ますますですね、これまでのサンダースやコービンを支持してきたミレニアル世代や Z 世代に加わって大きな運動になっていく可能性っていうのがあるわけです。で、すでに今世界は、こうした価値観に合わせて動き出していて、まあ、バルセロナなんかの気候非常事態宣言を見ると、やっぱりその僕はよくこのバルセロナの試みを高く評価しているんですけれども、ここでもですね、現在の経済モデルっていうのは恒常的な成長や終わりなき利潤獲得競争に基づくもので、まあ、自然資源の消費は増え続けていくし、
まあ、そうしたこうシステムは経済格差も著しく拡大していると。で、豊かな国のとりわけ財富輸送の過剰な消費にグローバルな環境危機、とりわけ気候危機のほとんどの原因があるのは間違いないっていうふうに、まあ、はっきりとですね、この資本主義の下での格差拡大や、過剰な消費に対する批判っていうのをバルセロナの、まあ、これオフィシャルな気候非常事態宣言の中で、まあ、批判をしている。で、こういう発言の背景にあるのはですね、これも有名なグラフなんですけれども、トップ 1% の人たちが排出している二酸化炭素の量っていうのは、全体の 15% で、これはその下から 50% の、まあ、ほとんど二酸化炭素を排出していない人たち、まあ、7% しか排出してないですね、この 50% の人たちは。 1% の人たちがなんと2倍以上の二酸化炭素を排出している。だけれどもそのせいで、まあ、この人たちはたくさん出張したり、たくさん車持ってたり、大きな家に住んでて、エアコンもバンバン使って、お肉も食べてワインも飲んでみたいな、まあ、そういう生活をしている人たちですけれども、まあ、それ当然二酸化炭素いっぱい出るわけで、まあ、そうした人たちの生活の影響を直撃するのがこの二酸化炭素をほとんど出してない下から 50% のアフリカとか東南アジアとか南米に住んでいる人たちなわけですね。こうしたこう非常に不平等な構造が資本主義の下では生まれてしまっていると。これを是正していかないと、いくらですね、私たちが SDGs だとか、持続可能な未来をとか言ってもですね、全然意味がないというか不十分になってしまう。で、まあ、1% の人たちとここにあるグレーの部分、これは合わせるとこれはトップ 10% の人たちになるんですけれども、世界の人口のトップ 10% の人たちが半分以上の二酸化炭素を出しているんですね。で、そういうふうに考えると、まあ、ここに日本人の少なからぬ人数が入ってくることになるわけですけれども、やっぱり私たち自身も生活を大きく見直していかないといけない。地球環境のために生活を見直さなきゃいけないっていうと、いや、なんかこの今までの豊かで便利な生活を手放さなきゃいけないのか、もう旅行もできないし車も乗れないしお肉も食べられないって言って、こう非常に不安に感じたりだとか、何かこうそんなんできるかと、そんなもう正直他の国のやつらなんか知ったこっちゃないとかですね、もう無理だ、手放せないんだ俺らはこれをってみたいな、人間は欲にまみれていてって、まあ、そういうような話が出てくるわけですけれども、まあ、一面ではですね、確かにそういうところも人間は欲にまみれた存在でもあるので、なかなかこういうことを言われても自分の生活を見直せないっていうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。ただ他方で私たちは考えなきゃいけないのは、本当に今の社会、今の生活で豊かで幸せですかっていう問題なんですね。やっぱり今の社会では働きすぎなんじゃないか、全然休む暇もないぐらい日々みんな働いていて、でお昼もコンビニの弁当とかカップラーメンばかり食べている。で、まあ、ストレス発散といってもですね、飲み会をしたりだとか、暇があればこう携帯をいじってばかりで、でこう何かするでもなく動画ばかり見ているとかですね、まあ、課金のゲームをしているとかで、まあ、そうやってこうずっとみんなで競争して、でもなんか生活が苦しいのでストレスばかり溜まって、で何かこう社会を変えようと声を上げようとする人たちがいると、いや俺だってこんな我慢してるのにあいつらはなんかもっと良くしろとか言ってわがままだとかですね、そういうバッシングをしたりだとかするとか、まあ、そういうこう非常にこうストレスフルで過剰に働いて自分の健康を害し、こう趣味もなく日々過ごしていくみたいな、そういう厳しい生活をしている人たちっていうのが今の、まあ、私もやっぱり日本で暮らしていて非常にそういうふうに感じるんですね。で、一面では便利なんですよ、何でも24時間空いてるし、何ならそう生鮮食品とか売ってるスーパーだと24時間空いてて、なんで人参を24時間売ってないといけないんだろうかなって思うんですけれども、でもまあそういうのが便利だったりするわけですよね。で、まあ何でもクリックすれば次の日に届くしとか、だけどそれを実際にこう
届けたりだとか、そのお店を開けていくために24時間働いている人たちっていうのがやっぱり非常に彼らの生活を大変なものにしているし、そうしたこうずっと経済を動かし続けるっていうことが地球環境にもものすごい負荷をかけてしまっている。これはむしろどこかで減速していった方が私たちの生活は豊かになるんじゃないか、まあこれはまあ仏教じゃないですけども、普通にこの物欲を手放した方が楽になることってやっぱあるわけですよね。でこうしたことが今回コロナ禍で、まあ、強制的にスローダウンした結果結構楽になった、まあ、こんなにいらなかったじゃん、まあ、私自身もそうですけれど含めて気がついた方は多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で今の社会っていうのはみんなが本当に必死になって働き続けて、その結果生まれたこう大量のものっていうものを売りさばくためにますます広告を打ったり、ますますですねマーケティングをしたり、ますますこうあんまり必要のないモデルチェンジを繰り返したりっていうことで絶えずこう買うことを強いられて、1個買ってもまた別のものが販売されてまた満足できなくてまた何か買ってしまう。でも買うたびに結局は幸せになるんじゃなくてまた買っちゃったっていう、こう罪悪感にとらわれるなんていうことがあったりするわけで、実はそうしたものをこう全部断つ方が、人々は幸せになるんじゃないか、そういう形に僕は社会を誘導していったらいいんじゃないですかっていうことを、まあ、本の中で言っているんですけれども、やっぱ豊かさを再定義しなきゃいけないと思うんですね、その際には。でそのために僕は哲学とか思想が重要なんじゃないかなと思って、僕は別に気候変動の専門家じゃないんだけれども、この問題について積極的に発言しているのはどういう社会を目指したいですかっていうことをやっぱり考えて、気候変動対策をしないといけないからだと思うんですね。それどういうことかというと、単に二酸化炭素を出さなきゃいいのっていう話なんですね。気候変動の問題っていうと温室効果ガスが問題だね、じゃあそれをどうやって減らしましょうかっていう話になるんですけれど、それって非常に技術的な問題なんですね。あそこで出てる、ガソリン車から出てる、火力発電所から出てる、じゃあそういうところからなくしていけばいいんじゃないの、電気自動車にすればいいじゃない、再生可能エネルギーにすればいいじゃない、そうしたら別に私たちは特に何もしなくていいわけですね、別に私は今まで通りマルクスを読んで研究していればいいし、お寺で働いてすら今まで通りお寺を見ていればいいわけですけれども、でもそうなのかなっていうと、実は今のこの社会のあり方をもっと変えていかなきゃいけないんじゃないかっていう、そういう転換点だと僕は思うんですね。つまり今までの価値観を守るために気候変動対策をするじゃなくて、今までのこの豊かさに実は大きな犠牲があったんじゃないか、それは自然環境破壊もそうですし、貧しい人たちに、途上国の人たちに環境の負荷を押し付けるっていう構造もそうだし、自分たちが先進国でも豊かな生活や便利な生活のために働きすぎて結局ストレスフルで体調を壊してしまったりするような生活をしているってこともそうなんだけれども、そういうのを直していくことのきっかけにもしていかなきゃいけないんじゃないか。だって二酸化炭素出なくてもみんな必死に50時間60時間働いてる社会って普通に嫌ですよね。意味ないっていうか、じゃあ何のために二酸化炭素削減するんだろう、二酸化炭素削減するためにやっぱり今まで働きすぎだったよねっていう風になった方が自然だと思うんですよ。究極的には僕はやっぱ働きすぎが続く、こういう社会、働きすぎて消費を続けようっていう社会が続く限りは二酸化炭素と思ったよりも減らないと思うんですけれども、まあ、こうした社会の在り方を大きく変えていくことでもっともっと今失われている豊かさっていうのがあるんじゃないか。それは例えば家族と過ごす、友人と過ごす時間であったり、自分の趣味の時間であったり、スポーツをするとか読書をするとか、あるいは社会のためにもっとこう人を助けることをしたりだとか、まあ、ボランティアとかもそうですし、地域の自治に関わるとか、そういうこともそうなんですけれども、そういう豊かさをもっともっと人々がしていく、で自分たちの生活を改めたり、自分たちの自然との付き合い方を改めていくとか、そういうことをしていくっていうのは、まさに新しい豊かな人生を作っていくことにつながっていくんじゃないか。
でこれは仏教が求めているような世界観とも呼応するところが私はあると思うし、今まさに実は若い世代が求めている公正で持続可能で本当にこう暮らしやすいような社会っていうのを求める声とも重なってくるんではないかなというふうに思っております。なので、まあ、本当にこの今の転換点に差し掛かっていると思うんですけれども、社会はこれからこの若い世代がどん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 大きくなっていく、増えていく、パイとして、そうした価値観の転換というのは僕はこれから20年ぐらいで起きてくるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、まあ、そうした時代が時期にやってきますので、私たち自身もそれに備えてというか、それに合わせて、これまでの豊かさを改めて新しい豊かな社会、真本当に豊かな社会に向けて、舵を切っていければいいんじゃないかなというふうに思っております。どうも今日はありがとうございました。